はい、本日はチェインボンズ対ハードライナーズの試合の様子をお届けしようと思います。いやー強力ハードライナーズです。5番バッターに場外ホームランを打たれて先制点を許してしまいます。続くバッターの初球、この当たりも完璧だと思われましたがファウルボールとなります。サードゴロに打ち取りアウト、ワンアウトランナー二塁のピンチを背負いますがここは見逃し三振を奪います。ツーアウト二塁となります。ここはサード宮崎選手がさばき、スリーアウトチェンジとなります。3回の表、バッターは8番橋で大1チャンネルになります。ツーアウトから出塁していきたいところです。しかしここはピッチャーゴロとなりチェンジとなります。3回の裏、守ります方です。ツーアウト2塁のピンチとなります。森投手踏ん張ることができるでしょうか。ここは日高捕手が悪送球、追加点を許してしまいます。その後はしっかりと森投手を抑えていきます。4回の表、バッターは馬淵選手です。2点差を追いかける展開、ツーアウト1塁。逆方向に鋭い打球を放ち一塁ランナーは三塁へ進みます。ツーアウト一塁三塁となりバッターは松崎選手を迎えます。本日上空風が吹いておりいい当たりだったんですがライト正面となりチェンジとなります。なかなか得点奪えません。チェーンボンズ、チェーンボンズバッティの交代です。キャッチャーは正捕手内原捕手、ピッチャー本間投手に変わります。本間投手追い込みますが大きく外れてフォアボールとなります。そして先ほどホームランを打っている4番バッター、この打球5-4-3のダブルプレーに打ち取ります。しかし後続の出塁を許し2アウト2塁を迎えます。ピンチです。ここはセカンド大井選手のもとに打球が飛びます。アウトにしチェンジとなります。5回の表、チェーンボンズの攻撃は7番鈴木選手です。普段はクリーンナップを放つバッター、ここはしっかりと三遊間を破りヒットを放ちチャンスを演出します。ノーアウト一塁でバッターは大井選手を迎えます。ここはバント、しっかりと決めていきます。得意のバントです。ワンアウト二塁となりバッターは9番中村選手を迎えます。さあ普段は1番バッターを放っているバッター、このあたり平凡なセカンドゴロだと思われましたがセーフとなります。ワンアウト1・3塁でバッターは1番大城選手を迎えます。大城選手途中出場です。さあいいバッターに打席が回ってきました。カウントは3ボール2ストライク、フォアボールを選びます。バッターは2番内原選手を迎えます。途中出場内原選手、現在ホームラン王です。9本のホームランを放っております。
さあ5回の表ツーアウト満塁、点差は2点差、3番バッターを迎えます。打ちました、いい角度で上がりました。しかし風に押し戻されてライトフライとなり、チェインボンズまたしても得点奪えません。5回の裏の本間投手の投球、先頭バッターこの打球センター前の打球ですが、セカンドがなんとかキャッチします。続くバッター本間投手、ツーストライクに追い込んで空振り三振を奪います。後続1対1エンジとなります。さあ6回の表の攻撃、バッター途中出場石井選手を迎えます。石井選手フォアボールを選びます。続くバッター、先ほどヒットを放っている5番馬淵選手を迎えます。ノーアウト1塁、ここで得点していきたいところ。ここはしぶとく三遊間を破り、ノーアウト1塁2塁となります。ここでバッターはさっき調子がいい松崎選手を迎えます。初球はバントの構えで揺さぶります。さあ続くボールが続き平行カウント、カーブを打ちました。この打球が抜けていきます。外野を点々とする間、二塁ランナー石井選手が帰ってきて1点を返します。ノーアウト2、3塁でバッターは鈴木選手を迎えます。鈴木選手本来であればクリーンナップを放つバッター、めちゃくちゃ頼りになるバッターです。鈴木選手打ち上げてしまいましたと思いましたが、風の影響を受けてレフトの前に落ちます。そして三塁ランナー馬淵選手が帰ってきて同点とします。またしてもノーアウト一塁二塁です。ここは前の打席をバントをしている大井選手、バントを決めていきます。ワンアウト二三塁となります。そして9番中村選手を迎えます。さあ中村選手構えを戻して、最近調子が上向きです。しかしここはフライを打ち上げてしまい、インフィールドフライとなります。ツーアウト2、3塁となり、バッターは1番大塩選手を迎えます。大塩選手打ちました。しかしここは少し上っ面を叩いたか、レフトに高いフライが上がりますが、レフトがキャッチしチェンジです。さあ練習試合なので最終回です。本間投手なんとかサヨナラは許したくないところ。さあカウントは 2-2 です。いやー強い当たり、サード強襲の当たり、鈴木選手弾きますが冷静になり送球アウトにします。これはビッグプレーが出ました。さあ続くバッター追い込んでカーブで空振り三振、ツーアウトとなりツーストライクに追い込みます。勝負球、しかしここはスイングとならず、カウント 2-3 からフォアボールとなります。そして続くバッターはホームランを放っている相手4番バッターを迎えます。さあ一打サヨナラ負けがあります。そして風がですね止んできました。風が止むとですね、この球場って結構狭いのでホームランが出やすいです。初球はストライク、そして1球外れて続く球、ここもストライクで追い込みます。さあ簡単に追い込みました。最後はなんと見逃し三振に打ち取り、ゲームセットオープン戦なので2対2の同点となり試合終了です。今年もハードライナーズとはいい戦いができそうです。ありがとうございました。
この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。5年の月日を経てついに登場、走れ大井チャンネルオリジナルブランド GS グローブ好評発売中。デイクリストというメーカーなんですけど、グローブ作ってるんでぜひ、はい、どうぞよろしくお願いします。はい、ホームページあるんでぜひいろいろ見てもらえたらと思います。グローブをちょっと